はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー3ピクセルリマスター、多分最終回やっていきたいと思います。前回ですね、ザンデを倒して暗闇の雲が現れたんだけど歯が立たずに、負けてしまって、ドーガとウネの魂を、パクって闇の世界に来ましたと。まあそんな感じで、闇の世界にはクリスタルが4つあって、まあ、闇のクリスタルですね、まあ、通常はこれを破壊して暗闇の雲に挑むという形になります。でただ暗闇の雲ってもうそのまま挑むことができて、まあ、勝てないんですけど同じ感じになるから、とりあえずやるだけやってみましょう。あのセーブは別にあるんで。あれ、これこんな長いの、すぐ暗闇の雲に行けるかと思ったら敵も出んのか。ガルム普通にぶったたこう。こういう寄り道してたらなんか時間通りに終わっかな、まあ、パパパパパッと。さあこれは道順が分かるようになるから無駄ではない、そんな長くないしね。行くぜ。暗闇の雲、闇を氾濫させ無に返す。そうはさせない。光の力だけで私は倒せん。これセリフ変わんのかな。で、ちょっと別にないんで、何も普通にみんなぶったたいて波動砲食らって、まあ、このままだと勝てませんと。だいたい2000前後食らうけど、これどうなんだろうね。波動砲の威力とかも弱まるのかな。まあ、ちょっとそこは検証してみましょう。というわけで最初の闇の世界の入り口からになります。で、闇のクリスタルはまあ4つあって、マップで表示されている、まあ、4隅ですね。さすがに中までは覚えてないんで、手探りをしながら行きましょう。影おかしら。で、魔法はもう強いものからどんどん使っていこうかなとちょっと思ったけど、待って、67は取っておこう。バイオだな。で、そうか、そうするとエアロガーしかないのか。クリア。どっちが影、どっちがおかしら。ゲッ。グラサン、さすがにアタッカー弱。アタッカーのグラサンは勘弁してほしいな。で、バイオは一緒で直そう。エスナレベル7なんだ。意外に高いな。やっぱり火力はめちゃくちゃ下がる。プロテスかけていってるし。2065、こっちがおかしらか。女性の方がおかしら。いい葬式だ。めっちゃ上がった。で、まあ目薬がちょいあるんで目薬で直そう。賢者の目薬は直す必要ないからね。で、宝箱があって、これはモンスターが現れてザンデクローンが出てきます。どんくらい強いのかはちょっともう分かんねえ。一回フレアかけるか。で、これも一回ホーリーかけるか。ハムートでもいい気がするけど。3700、めちゃくちゃ攻撃が通る。魔法が通らないのか。そんなことない。2800。4200とか強い。てかナンバー3ヒットポイント結構減った。ガー強い。やるじゃないか。ちょっとここから節約バイオで、ケアルだを全体で1000くらいはいってくれる。ザンデクロンってどんだけヒットポイントあるの。クエイクはまずい。ナンバー2で、ナンバー3はギリ耐えたか。まあ、回復が入るっちゃ入るんで一旦ちょっとは持ち直せる。1000か、やっぱり。どうする。ケアルダちょっと一回全体かけて、もうアレイズを使っちゃおう。ここは倒した。3ターンくらいか大体で。リボンで、ここはもう道具で蘇らせよう。ハイポーションは84個あるんで、ちょっと一旦全回復
でリボンをどうする、クリスタル、クリスタル、リボン、リボンにしよう。まあ、ここでリボンはわりかし手に入るんで、え、うち行けなくね、影に。でバイオのエアロガが弱いな、やっぱりリバイアかけるか。エリクサーの個数によってはもうちょっとガンガン使っていこう。あの上2人はエリクサー使う必要ないんで、で仮に2個ずつ使ったといって10個あればまあ大丈夫か。10個あったよね、19個あるし、まあ余裕だな。じゃあちょっともうどんどん1個の闇のクリスタルのところで魔法を使ってって、ボス戦前でエリクサーを2つ使ってマジックパワーを回復させる。バックアタックとかマジ厄介だな。しかしこのままもう面倒くさいから放り押す。リバイアがうまく機能してないな、もったいない。まあオートセントにしちゃってるからね、それはしょうがない。ぐらいなんか。ハイポーションも50個切るくらいまではガバガバムーブでいこう。ダーク、いや、あ、待って待って待って、もうここで来んの闇の反乱は止められん、お前たちはここで死ぬのだ。まあ、倒しやすい順番とかあるんだけど結局、あ、ケルベロスからか。手裏剣23個も多分投げないよね。1個ずつ投げよう、まずは例によって。でその間にヘイストをかけ、うお、間違えた。ヘイストをかけて、ヘイストをかける。7900。ブリタが。これ1回で終わりか ?2 回攻撃ではなさそう。8800。よし、ちょっとはもう、これをテンプレ化しよう。手裏剣、手裏剣、ヘイスト、ヘイスト。で、ヘイストで許可されたところを、2ターン目から殴る。投げるじゃないよ、殴る。言ってみたかっただけ。フレア、ホール3400、フレアが3900、グラサンホーリー1500、弱い。雷そんなに強くない、もう一旦ゴリ押そう。でこっちはフレアでいいや。で、バハムートちょっと使おう。どっちが強いんだ？一体、1056。え？ミスとかあんの？グラサンかけてるから？いやいやいや、ちょっと待って。すげえ想定外なんだけど。フレアが3回。で、もうちょっと回復に入る。ケアルガーを使っちゃう。おう。全員。一回攻撃されても大丈夫なようにケアルガを全員にかける。雷これ持ち直せるでしょう。ケアルガで1100。ケアルガと大して変わんなくね、今思ったけど。強いな、まあ、フレアも強いけどケルベロスもそれなりのヒットポイントを持っている。バハムートが効かないとかあんのかな。ちょ、もう一回バハムート来ないよ。フレア3000、メガフレア。あ、いったいったいった。え、魔法普通にミスったってこと。3096、ホーリーよりは、まあ、まあ確かに強い、それは認めよう。どうしよう、リバイア1回分取っておくか。あ、ヘイストてか、なんでさナンバー2だけヘイストが切れてんの。やっぱグラサンかナンバー2にかけたらグラサンの方だからね。てかヒットミントさっけんだけど、なかなかに長期戦だ。タイダルウェーブ、ちょっと得も知れぬマイナス要素が含まれてるかもしれん。グラサンには全然気にしてなかったけど、いや、わかんない。ただの気のせいかもしれないけど。
これ何、なんか話さなきゃダメ。出てきた。私は闇の四戦士。千年前光の反乱を食い止めた一人。光と闇、二つの世界は互いに引き合っている。二つの世界が一つに混じり合うとき、そこには何もない無の世界が生まれる。光がその力を失い、闇が押し寄せている。闇の反乱を食い止めることができるのは光の四戦士、お前たちしかいない。私も力を貸そう。世界を海に変えてしまってはならない。え、歩いていくの。げ、回復できる。マジか、超いいシステムなんだけど。え、これファミコン版は絶対なかったよ。いや、ないよね。いや、もう別に記憶が鮮明かって言われたら全然鮮明じゃないんだけど、ここら辺はなんか普通にめっちゃきつかった気がするもん。じゃあ7は普通に使ってこう。でボス戦で8を投入すればいいだけなんで、よし、これを通常のデフォルトにしよう。タイダルウェーブ、タイダルウェーブ。あれ、グラさん回復した。強、黒の顔。グラさん回復してるね。でこれで1つ終わらせたので、残りはあと3つ。めっどくせえ。バックアタック1300。ヤゴリオス、タイダルウェーブ、ヨルムンガード。強い、マジで知性高いと本当に強いな。で多分ナンバー4はどっちかっていうと精神寄りだから、やっぱりタイダルウェーブの威力が落ちてる、ナンバー3と比べて。このままもうちょっと左下。え、なんか網だくじみたいな。ちょっと先の地図とか見えない。え、どこがどうつながってる。クイーンスキュラ先制攻撃、タイダルウェーブ2500、4100。やっぱり火力は全然違うよな。ここがつながってそう。あ、何それ。え、違くない。じゃあこの2個左じゃん。ここっていけんの。あ、いけるわ。全然いけたわ。リボンって一番奥まで行かなきゃダメか。まあ、せっかくだから、取った方がいい？なんかもうわかんねえや。一応分散させよう。今回、ちゃんと。効率よくね、タイダルウェーブ。これで決まるんじゃない？影が。打ち戻しがあったとすれば、ナンバー4が仕留めてくれるんで。まあ、せっかくだし、取りますか。いや、このさ、隠し通路分かるシステム、超いいんだけど。ザンデクローン。ザンデクローンの時は1回ずつレベル8魔法を使おう。ホーリーでいいか。ホーリー強かったよね、ザンデクローン相手には。クエイクはそれなりに火力高いな、やっぱり。ホーリー4000とかいかなかったっけ。3500。まあまあまあ、でもそんくらいはいくよね。で、ここからケチってバイオにして、で、ケアルダを全員にかける。4が落ちなければ、まあ、回復が入るんで大丈夫でしょう。まあ、1000はいかないのか。クリザが単品はもう全然余裕。ちょっともう一回ケアルダをかけたいんで、そのままオートでいこうって思ったら倒した。経験値がまあそれなりだからいいのかな。リボに変えておく。防御力まあまあまあ下がるけど、魔法防御が上がるし、しょうがない。それでいこう。リボンって4つあったっけ。4つは必要ないよね、だって1個持ってんだから。で、一応中断しとこう。セーブ。よくここまで来た。だがこれでおしまいだ。闇は反乱し、世界は無に変える。エキドナ、手裏剣、手裏剣で、ヘイストのヘイスト。
強いって言ったら火力してるよ。ドレイン700。なんか縁起のいい数字になったな。777。しかしそれがお前の死の数字だ。フレアにして回復は一応ギャル、いやダを全員にかけよう。まあ、攻撃食らったら食らったで回復できるし、食らわなかったとしてもまあナンバー1は全然回復できる量なんで、命を最優先。フレアいいね。これメガフレアにしたらどうなる？どんくらい強い？バハムと召喚しよう。さてじゃあこっからどうする？ホーリー撃ってみるか。どうせあれだし。4700。クエイク、クエイクはやっぱりここら辺のボスになってくると本当デフォルトで撃ってくるね。1400か。なんかボスに通らないな。4500。なんかあんまりダメージが変わんないのってちょっとどうなの？あの単体だったらフレアの方が強くて、全体だったらメガフレアみたいなさ、ちょっとそういう差別化を図ってほしいんだけど、今のままだとさ別にフレアいらなくてさ、てか何発死ぬんじゃね。死んだ。メガフレアだけ撃ってりゃいいじゃんっていう話になるから、そこはなんか使用用途を分けてほしかった。まあ火力で押し切ろう。フレアの方が早いやから、モーションが単体はやっぱり強いね。1900、2000近くほぼ禁止に持ってかれるから。あ、そうか、しかも今回アレンジかけてるから回復が入ってないのか。2番はもちろんもうペーストが切れてるし、まあ、とはいえケアルダでちょっと来ないことを祈ろう。ゲーやばい、意外に強いぞこれ。これ誰のケアルダ入るの？2番か。まあ、2番結構魔法に弱いからね。やっぱり体力は少し多めに持っておいて、クエイクか、まあ、リヴァヤさんかって言ったらリヴァヤさんにしよう。でアレイズは回復、回復っていうか1回だけ。ドレインはマジうんこだよな。たかだか1000回復したところで何の支障もない。タイラルウェーブで全てを流してやる。1500。弱っなぜだ。クエイクにしてみよう。でケアル側はちょっと一回全入刀。てかペーストのさ効果がなんかいまいちどうなの。あ、こいつさちょっと上にぶら下がってるけどクエイク効くの？950だし全然効かない。ちょっとフレア以外の魔法が通らないな。バイオ一応無属性で、でまあバハムと同じようか。倒した。意外に時間がかかる。4人倒して終わりにするか、それとも暗闇の雲まで一気にいっちゃうか。4体目倒した時の時間次第だな。今のところ1体10分かかってんな。どうせまたこいつの話も聞かなきゃいけないのか。光と闇の希望が必要。最高。歩いていく。ステータスが回復したって書いてあるし、こういうのもさネタさえ分かっちゃえば超早いんだけど。影にでリヴァイア、リヴァイア、そうか、リヴァイアのところがケアルガと被ってんのか。タイドルウェーブ。何？打ち漏らしが発生した。ナンバー4のリヴァイアだったのか、火力がちょっと低いっていうか、
ほんと強えな。ナンバー3、ほんとに。知性どんくらい差があるんだっけ。知性65、53。まあ、8くらいか。これで魔法の攻撃力に結構差が出るね。右下。これはもうちょっと4体倒して終わりかな。あと残ってんのが、多分アーリマンとツインヘッドドラゴンか。どっちがどっちだかちょっと分かんねえけど。いや、なんか若干長そうだな。ここいける。影おかしだ。あー、これ後ろいける。まあ、ただリバイアリバイアで全然攻撃通るからね。まあ、下のリバイアは、あ、倒した。倒せないかなって思ったけど。あー、そこにあんのか。まあいいや、そのまま行こう。でヒットポイントだけはマックスにしておこう。落ちてきた。闇の反乱が完全に始まる。誰にも止められない。お前たちはここで死ぬ。よく言える。アーリマン、手裏剣、手裏剣、ヘイスト、ヘイスト、8900、9999。え、手裏剣ってさ、何に依存してんの。確かにレベルはゲッっていうか上がってきたけど。いやー、強いな。メテオはさすがに強い。で、ここはちょっと、生存を最優先させて、ケアルダのケアルダで張ってこう。どっちかが先に来てくれれば、ケアルダ。はい。1400耐えられる。耐えられなかった。ちょっとナンバー3ケアルダ貼っておく。アーリマン強いな。ケアルダを貼っておいて、まあ、アレイズでナンバー1クエイク。魔法が強いね、敵のね。ツインヘッドドラゴンは攻撃主体だからどうなんだろう。あ、ヘイストが切れてるわ。フレアかけよう。で、フレアかけてケアルダだったらちょっと無駄になってるのしょうがないやん。だって普通に2400当たるでしょ。ヘイストあれで2500か、まあ、大して変わんないよね。なんか劇的にダメージが変わるかって言われたらそんなことはないから。まあ、これはちょっと予備で振ってただけだから。ゲッ、あ、5000、なんか全回復ではないか。5600ってフレア一発分より強いじゃん。まあ、でも一ターン分全部かき消されたわけではないんでプラスにはなってるかな。アーリマンからすればケアルガをかけたとしてもそのターンはマイナス。1900、裏がある。メテオ一応貼ってある。あの、戻せるかって言ったら戻せないけど、次メテオに耐えられるだけのあれが微妙だな。ケアルガを貼っておくか。23ヒットとかすると強いな。まあ、それもヘイストの力で。ファイガがナンバー3に行くこと自体は全然余裕。で、攻撃に転ずる。転ずるっていうか別にもともと攻撃してたけど。で、ケアルガは貼っとく。どうせ回復できるし。これ15ヒットとかだとやっぱちょっと減るよね。で、これは耐えられる。ナンバー3は全然余裕。ケアルガでだいぶ戻せるんで。フレアがあと何回、あと2回か。もう2回くらいで蹴りがつきそうだけど、ケアルガの回数も大丈夫でしょう。あと3回あれば3打番。崖は単品に来るね。4人に振っても多分大したダメージにならないからだろうな。やっぱり魔法耐性の低いやつが単品でダメージを食らうとちょっと危険。
2028か。最後のフレアで、まあ、同じフレアガオ買っとこう。じゃあ11ヒット。そこはやっぱりあれか、テイストの力が効いてたのか。まだ生きてるか。いや、モイテオは本当に強い。これケアリが両方貼っとこう。こっちか。で、最後のケアリが。いや、回数的にはもうなくなるけど大丈夫なはず。オッケー。まあ、それなりにやっぱり手応えはあるね。ある程度こう対処していかないと全滅する。オートバトルなんて最も他だから。てかさ、こいつはなんでクリスタルから出てくるの？闇の反乱はお前たちの世界を闇に変えるだけではない。二つの世界を消し去る。すべては無に返す。お前たちと私たちが力を合わせればまだ間に合うかもしれない。さあ暗闇の雲を倒そう。こいつはなんでしかもここにいるの？闇の世界って別にこれがすべてじゃないでしょ。ちょっと謎で、リボンをどうしましょうかね。いけるか、こっから。クイーンスキュラだけど、まあリバイアリバイアでいいや。タイダルウェーブいくつあったっけ。4000くらいいってほしいんだけど。4000いくね。で、下は多分2000ちょい。あ、3000いったか。まあ悪くない。いけねえ。もうここのリボン諦めよう。めんどくさくなってきた。だってあと暗闇の雲でしょ。だって暗闇の雲なんてさ、そもそも波動砲しか打ってこないから、リボンで耐性をつける必要があるっていう。ただ波動砲が何に依存してるかだよね。魔法防御だった気がするから、リボンつけた方が魔法防御が上がるんで、結果的にいいんだろうけど、右上にあればそれを取りに行く。影。タイダルウェル。強い。魔法じゃねえよ。どういうルートですよ。こいつらもさ、こっち行ってあれ行って終わりじゃん。でリボンがだからどこにあるかだよね。なんかあっちっぽいな。こっちのなんかどっか、それかないとか。先制攻撃ってさ、逃げるでもめんどくせえや。次戦闘になった時なんか間違えて逃げちゃいそうだし、早送りして残ったか。やはりナンバーフォーのタイダルウェーブだと一目損ねる。あるよね。なんか変な方向を見てた。ザンデクローン、フレアのフォーリー。あれ、こいつ手裏剣投げたっけ。いや、もったいない。クリティカルか。それクリティカルヒットっていまいち分かんないよね。サンデクローンはマジでホーリーが通るからな。こっちバイオね。でケアルダ15ヒット。やべ、耐えられるか。上2人特にギリ。ただケアルダで今回ケチってるからな。あ、倒した。押した。でリボン、これでナンバー2に装備させて、で1回ケアルダってか2回使っちゃおう。であとはケアルラ、これでとにかく前回まで持っていく。影。
てここは、あーそうか、リバイア、あれか、ケアルガか、ちょっと使いすぎてる感があるな。レベル7魔法、バイ、弱い。バイオもね、やっぱり最初使えるようになった時は無属性でね、割とその使いやすかったけど、誰にでも使えるから、今となってはもうちょっと弱い。でヒットポイントだけは回復してあるんで、そのまま行こう。なんだもうこれ、いちいち演出考えるの大変だよね。闇を氾濫させ、この世を、この世界を消したのだ、何もかも消えてしまえってなんなんだ、ファッファッファ。こいつらみんなエクスデスを生んでるな。ついにヘッドドラゴン。でもう死ぬときは死ぬって感じだよね、フレア。なので一旦目は攻撃、2100、あ全然弱いんだけど、9999を食らうイメージがあったけど、そんなことなかった。ちょっと変わってんのかな。その代わり攻撃しかしてこないんだよね、ファミコン版の話ね。だから回復というか、生き返らせてきちっと対処していけば全く問題ないから、バハムで行こう。強制に1400、メガフレアやっぱ強いね。あれ召喚魔法って知性精神どっち、1500、なんか下がってんだけど、ダメージがさっきより9ヒット、なんだ弱いぞこいつ。回復をちょっと変えよう、ダメージの出るフレアの方で。ギャー死んだ。行動順が安定しないっていうところかな。でもうあとはちょっと4が落ちないように祈るだけなんで、4落とされると結構きついよね。4100、いや全然2発耐えられるし余裕だな。でフレアの最悪、もうこのまま攻撃しちゃってもいい気がするけど、でも乱数によってはもしかしたらナンバー4耐えられないかもしれないんで、さっきとか11ヒットはまずいだよね。ヒット数が上がるとやっぱりツインヘッドドラゴンの攻撃力は高いな。9ヒットくらいで抑えられればまだなんとかなるかな。フレアは最後あれ、っていうのはやっぱりちょっと厳しい。9ヒットはだから大丈夫、okay、余裕ではないけど、まあ大丈夫でしょう。リバイアが食えるから、ここから一気に火力が落ちるからな。倒した、闇の四戦士。世界は無から始まり無に返す、それを拒むエネルギーがある、希望。世界はあるところでまた無に返るのかもしれない。まだ光の世界にもこの闇の世界にもそれを拒む希望や愛が残っている。それが残っている限りまだ無に返るのは早い。光と闇の希望で何とかしましょう。というわけで、これで4つの闇のクリスタルの力を解放したので、まあ、あとは暗闇の雲を、倒すだけなんですけれども、まあまあまあちょうどいい時間になりますので、なんか毎回毎回さ、この最終回最終回詐欺を行ってる気がするんだけど、これじゃあ次回が本当の最終回に
になります。というわけで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。